だいぶね弾けてきました。これはね本番楽しみですね。予想を上回る出来で弾くと思います。もうエヴァンゲリオンは全部いいですからね。本当にエヴァンゲリオンっていうね作品がね全部いいんですよ。キャラもいいし映像もいいし音楽もいいし、まあ、キャラで言うとやっぱりアスカですね。アスカもうだいたいドイツのねクォーターっていう設定がかっこいいですね。はあ、ドイツか、また行ってみたいな。ドイツの歌作ってみよう。どうぞ。行きたい。目指せポルトガル、ヨーロッパ横断ブロム旅。ルールはこちら。現在スイスの通過ポイントを一旦保留し、4カ国目ドイツの通過ポイント。スタートって書いてますからね。こっからどっかにスタートできそう。わからわからん、どうしよう。はあ、大変やなこれ。え？こんな海外の切符の買い方なんて分かるわけないやん。ああ、かわいそう。どうなる？駅員さんいる？おらんでしょ。うわあ、誰もおらん。あれ、誰かいるね。日本人かな？日本の人ですか？あ、違う。英語喋ってるわ。外国の人か。大丈夫かな。大丈夫？頑張って頑張って。大丈夫かな。私やったらドイツ語スラスラ言えんのにな。この子アホやからな。もういつもねテレビで見ててね、自分のことのように感動します。うわーすごい。あーよかった。あー変えた変えた。あーよかった。顔パンパンやな。悲しい。いい話や。ドイツの良さも存分に紹介できて、グルメもとっても美味しそうで、しかも人とのこのつながりを大事にできるこの番組は本当に最高や。ドイツ行きたい。
この番組のブルーレイ出てるんですかね。あ、これ？え、すごい、ヨーロッパ全部入って24,000円。安っ安くて泣けるいい番組や皆さん、これを買えばピアノも上手くなりますよ。